役年「お父さんお誕生日おめでとう」「おじちゃん何歳になったの?」と男の子が聞いた「42歳だよラッキーだね」とお父さんが答えたヤが「違うよ」と言った「42歳って最悪ですよ」「えー厄年を信じてるの?」とジュリアスが言った。 そうよ。それは、厄年というの。大変なことを経験するのよ。女の人は33歳で、男は42歳。バカな妹だね。まやお姉ちゃん、何か悪いことが起こるのと、男の子が泣きながら言いました。そうよ、お父さん。気をつけなくっちゃ。いやいや、大丈夫よ。冗談冗談。 スティーブおじちゃんは大丈夫あああなた本当にかわいいのねジュリアスよりずっとかわいくて頭がよくて優しいねあなたが私の弟だったらいいのにとマヤが言いましたおばあちゃんの厄年に私は隣の町に住んでいたおばあちゃんが私に手紙を書いて 送ろうとしていたが、突然、羊が家に入って、家具を食べてしまったの。信じられないでしょう。ひどいなあ、と、ジュリアスが言いました。まあ、田舎だったからね。家が汚くなって、また掃除をしなくちゃいけなくなったから、おばあちゃんは家を、おそく、出たんだ。その上、 お天気が悪くなった。それから隣の家の犬は外で遊んでいた。あの犬はちょっと怖かったよ。おばあちゃんは犬があまり好きじゃなかった。それから手紙が風に吹かれた。大変だった。おばあちゃんが心配していたよ。 お金が入っていたからあのお金をもらった私は幸せだったねとお父さんが言いましたそれはお父さんの不幸なことだったねとマヤが言いました僕はよく動物に踏まれるよとジュリアスが言いましたそしておじいちゃんの場合はもっとひどかったよとお父さんが言った 42歳になったがおじいちゃんはまだとても若かったよ誕生日に大きいプレゼントをもらってみた家に入るかどうか測ってみたでもいい計画を作らないでいろいろやってみた最初に長い刀を使って測ってみた残念ながら そのプレゼントはとても重かったですよ。だから、それを小さい台に置いたが、それが全部壊れてしまった。大変だったよ。やっぱり厄年だったね。と、マヤが言いました。僕をバカにしないで。厄年なんて信じないよ。と、ジュリアスが言いました。 助けて羊だ全然知らない人が叫びながら走ってきました。お父さん気をつけて羊踏まれるぞとジュリアスが笑ったけど突然羊に蹴られました。痛い痛い,い今年はジュリアスの役出しみたいとマヤが笑いながら言いました。